こんにちは。こんにちは。いつもの、はい、お世話になってます。はい。ももはです。はい、ももはさんです。年齢が27歳。はい、8になったんだ。8になりました。あ、そうですか。はい。あれ誕生日最近ですか？6月。あー、そっかそっか。今回は2、3週間ぶりぐらいですかね。そうですね。そんなに開かずで。はい。はい、今日どうですか、体調は。結構、前回から腕の痛みとか治って、はい、結構調子いいです。あー、それは良かったです。今日は私も何年も何年も回復してなかったら、逆になんか効かないんじゃないかみたいになっちゃうから、はい、治ってていいと思います。確かに。まあ、いろいろねこう環境の変化もあったし、はい、自分でこう意識されることもあってなんですね。ですね、はい、今日は今じゃあ気になるところってあんまないんですか？あ、そうですね、どっちかっていうと顔のむくみとか、うん、お腹の張りとか。おおおおおお、あ、かしこまりました。そういうの気になる。はい、かしこまりました。じゃあ、はい、そのようにやらせていただきます。はい、よろしくお願いします。じゃあうつ伏せに寝てください。はい、はい、よいしょ。体の状態見ていきますね。はい、でも本当あれですね、弱みも前より全然良くなってますね。いい状態が前よりは全然キープできてる。ただちょっとこう見ていくと、背中の真ん中より下ですね、腰のあたりですね、がちょっと状態があんまり良くなさそうですね。ここから下でちょっとくねくねがあるので、はい、うん、でちょっと右の方が今骨盤高いですね。頭骨で見てもちょっと右の方が高いですね。高い高いがあります。なのでちょっと多分右足の方が短いんですよね。やっぱり短いですね。うん、っていうところがありますね。じゃあ痛みのチェックをします。左肩の方が痛そうですね。うん、どうですか？あ、でも両方良かったね。はいはい、あ、本当ですか？こっちの方がより痛いですよね。あ、こっちと比べたら、うん、はい、残ってますね。首見ますね。右もでも結構痛そうですね。うん、なんか左はくすぐったい感じ。うん、ああ、うん、なるほど。じゃあ結構これひどいんじゃないですか。結構こっちも硬くて、右は痛くて左はくすぐったいって感じですか。うん、うん、そうですね。じゃあ多分左の方が良くないですね。足の方もいますね。どうですか、両足ともそんなに痛くはないですか？そうですね、なんか足首の方がちょっと、足首がちょっと痛い、この辺とかですかね。うん、両方そうですかね。はい、うん、はい、そしたらちょっと左の方が、うん、肩首が状態良くなさそうなので、右側からちょっと揺らしを行っておきますね。
背中も張ってますね。ここもすぐにこの人になった感じですか、はい、鼻息で熱くって、あ、そうなんですね。ちょっと1分ほどすいません、うん、身の状態良くなさそうですね。あ、本当ですか。うん、硬いです、まあ、ちょっと今日胸椎のところから硬いんですけど、うん、うん、なんか特に首が良くなさそうな、うん、喉とかに違和感ないですか。あ、あ、あの、うん、どんな感じの違和感。ちょっとなんかまあ、呼吸が深くないようなとか。ああ、確かに、うん、風邪かなと思ってたけど、多分結構胸から首までが硬さが強いので、へ、うん、あ、息が多分ずなんかすっきりできないというかあるかなと。あ、うん、そうなるんですか、うん、へ、冷房つけっぱなしだから肩に行ってました。あ、でもそれもあるかもしれません。肩が冷えて、肩首が冷えて、ちょっとこう十分に伸縮できないというか、うん、動きがちょっと、うん、固まってる感じになってるのかなっていうのもありますね、うんうん、でもちょっと結構肩が上がっちゃってるというか姿勢は良くないのかなと思いますね、うん、左右へのブレはあんまりないんですけど、うん、うん、硬さとかちょっと後腕ですよね、後ろの方にこう猫背があるので、ああ、うん、それはちょっと良くなさそうですね。
か気を張ってるというか、うん、じゃないですかね。生活の中でそういう時間が割とあるんじゃないですかね。そうかな、あんまり意識多分なんか、かなり固まってる感じなので、うん、リラックスしていい時でもなんとなくこうそわそわじゃないですけど、あ、確かに最近飼ってるウサギが襲いかかってくるんです。なんか飛びかかってきて、はあ、怖いんですよね。怖いんです。それでちょっとドキドキしてるんですかね。いつ飛びかかってくるか。そんなことがあるんですね、お家で。はい、あ、それかな、多分。確かに、でもそうですね、それもあのちょっとした脅威ですよね。確かに落ち着かなくはなりますね、そういう状況では。なるほど、うん、少し、まあ、緩んできたので、これで一度ちょっとチェックをしますね、はい、じゃあ、まあ、さっきのと同じ状態にしましょうかね。さっきこれでチェックしましたよね、はい、右と左とどうですかね。あ、痛くないです、うん、強さなくなりましたよね、うん、首ですね。どうですかね、うん、気持ち悪くない、うんうんうん、くすぐったさなくなりましたかね、うん、はい、そうですね。だいぶやっぱりちょっと今日肩は凝ってますね、うんうん、それは確かに、うんうん、足の方は状態、うん、割と足はね、なんか前に多分歩いたりが多くなってるんですかね、まあ、歩くのは前から歩いてるのか、うん、そうですね、うん、やっぱり買い物、うん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 、人間らしい。でも多分前よりもこうそういうその日常の中でっていうのが増えたんでしょうね、うん、前はこう歩く時はこう1時間でも歩くけど、うん、家にいる時はほとんど動かないみたいなおっしゃってましたからね。前は本当足が痛いから、うん、家族になんか買い物行かせてパシリもしてたので。動かない時は一日動かないみたいな。うん、今だともうちょっとこうまあなんかこう家事だったりとか、うんうん、買い物だったりとかでもちょろちょろちょこちょこ、まあ、よく動くみたいな感じに、うん、それぐらいの方がやっぱいいですよね。そうですね、やっぱ背中は超硬いですね。押されるとこ痛い苦しいって感じですかね。あれ、うん、気持ちいいです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。インスタを葵みことっていう名前で言ってるのでよかったら探してください。ももこさんファンの方はぜひ、はい、葵みことさんというアカウントなのでリンクを貼っておきますので、はい、よかったらチェックしてください。この動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。 See you.